ケンユンさん、はい、あなたの人生を変えたアニメは何ですか？芝居の方向が変わっていったなっていう感じがあるんですけどね。不思議の海のナディアって皆さんご存知ですかね、はいはい、庵野監督の庵野監督の人そうなんですね。その時は僕はサンソンという結構2枚目半の役やったんですけどね、はい、まあ、それがすごく情熱的で2枚目半的な要素でセリフが書かれていたんで、はい、僕はその結構長い作品だったんですけど面白く笑わそうみたいな感じで演技をずっとしてた時に庵野さんになんか僕が狙ってるもの違うんだよなってね、やっぱりあんまりこの笑わそう笑わそうみたいにしてもらうとっていうのがあった時にね、はい、僕はやっぱり自分の意識の中ではあここ狙って笑わすぞみたいなものがすごくやっぱりあった時期なんです、はい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 、人もやっぱり演技で笑わそうなんて思ってた時は絶対人は振り向かないなっていうのを感じさせてくれた作品だと、すごく思うんですよね。だから緩急いわゆるだから緩急つけないと笑え笑え笑えっていうものでは人は動かないとか、感動しろ感動しろ感動しろっていうものじゃ感動しないってものをすごくやっぱり気づかせてくださった、はいはいはい、番組なんでこの作品に出会えてちょっとやっぱり芝居の質が変わっていった。監督から直接言われるって結構あるもんなんですか？まあそうですね、庵野さんなんかはエヴァンゲリオンの時も僕も言われました、はいはい、大阪弁の役だったんですけど、はい、僕は実際東京の出身で、はいはいはい、まあ要は作った嘘の関西弁なんですけど、うん、ちゃんと関西弁やんなきゃと思って音程ばっかり気になっちゃってたら、はいはい、やっぱ監督にできないんだったら適当でいいよって言われて、まあ、芝居をちゃんとやってほしいと、大阪弁が欲しいんだったらお前にしてないって言われたので、あじゃあ分かりました。で未来の話だし、はあ、未来の大阪弁どうなってるか分かんないだろうお前、じゃあ僕が好きに作りますって言って、まあ、ぽいやつでやったっていう、あじゃあそこにはその当時のまだ未完成のケンユさんが いるわけですね、ナディアの中には。真ん中ぐらいからだいぶ掴んでますよさすがじゃあちょうどこの辺で言われたんだなっていうのが分かるかもしれないそうですさあでは続いてテイユさん、人生を変えたアニメ教えてください。はい、私はね北斗の拳かな。北斗の拳、はい、意外ですね。まあなんか、まあ、私はバットをやらせてもらったんですけど。えバットですか？そうだそうですそうです。だけどあラオウがあっちにいるよって言ってる。ああそう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 ね、バットなんだ。メガネね、そうそうそう。でやっぱりその頃ってあんまり私養成いわゆる声優さんの養成所にも行ってないので、はい、まだやっぱりなかなかあんまりその現場を分からなかったんですが、はい、そのなんか変に小賢しく考えるんじゃなくて、うん、このお話の中で自分の立ち位置はどうなのかなみたいなことを考えさせていただいた。分かんなかったですねバットが。確かに今言われて声聞いたら、うん、あそうだ、うん、ちょっと結びつきました。意外でした。あまりにもしんべヱとの差が激しすぎて、いや本当にそうですね。じゃあ堀川さん、あなたの人生を変えたアニメ教えてください。あこれはですね、僕個人的に好きな漫画なんですよ、はい、まあ、明日のジョー矢吹ジョーなんですけど、彼の生き様というのかな、はい、すごくもう僕大好きで、もちろんその力士とのね、はい、一騎打ちというのがすごいと思うし、また力士も力士ってかっこいいじゃないですか、はいはい、だって彼は大体ウェルターで最初デビューして、うん、でライト級ぐらいですよ。そうですね。それをね無理くり減量して、はい、ね、うん、スーパーフェザーフェザースーパーバンタムバンタム4階級落として、うん、ジョーとやるわけです。死にますよ普通、うん、そこもすごいなと思うし、その生き様、お前との約束を絶対果たすからな、はい、で俺はまた元の自分の適正な体重に戻してプロ戻ってっからよ、うん、っていうので、で結局亡くなっちゃうわけじゃないですか、うん、はい、最後に握手を、うん、お前には負けたよって言って、そう、ね、はいはい、そうすることによってジョーがイップって言ってテンプル打てないボクサーになる、うんうんうん、ボディしか打てない。でそれをなんとかしなきゃいけないので、その時のごめんね熱くなって、全然全然タイガー大崎っていうねバンタム級日本チャンピオンがねそれをね見破って、あいつは要するにボディしか打てねえぞってことで、まあ勝っちゃうわけで、それをですねカーロス・リベラというね、うん、南米のまあ貴公子ですよ、無冠の帝王と言われたね、がもうコテンパにもう1ラウンド16秒で失禁させるぐらいの実力差を持って、で最後喧嘩
肘蹴りかもう反則だらけ、わっしょいわっしょいって関係を喜ぶんだけれど、それで見事にジョーは一夫という症状を克服して普通のボクサーに戻れる、まあね、まだねこの先あるのごめんね。ちょっとね中尾隆生さん、ね、その後ね、まあ、いろんなライバルが出てくんのよ、はいはい、あの金龍飛というのと張り回ってるんで、金龍飛のその時 の、 あのエピソードが一番好き で、はい、で彼はまあバンタム級なんだけど、で時代ちょっとおかしいんだよ、1945年生まれで、50年朝鮮戦争で勃発した時に、俺はだから要するに食料も何もないから、もう元来生まれながらにしても胃が小さいんだ、なるほど、受け付けないんだよって言って、それを言うために、計量終わったジョーがレストランに入って、はい、もうこんなスズメの涙みたいなお肉を食べてる時にちょっといいかなって座って、はい、でそのことを話すわけ、はい、俺は戦争でこうで、うん、で俺には原料食ってないんだ、うん、お前頑張ってなって言って、ジョーはすごくコンプレックスをその時感じるわけ、なるほど、あダメだ俺勝てねえなこいつにと思って、でも試合してる中でちょっと待てよと、でも力士徹という男がいたな、で彼は飲めなかった食えなかった、うん、力士は自らの意思で物資はたくさんあるのに飲まなかった、食わなかった、全然意味が違うなこれ、うん、お前は明らかに力士に劣るよ、って言って勝つわけですよ、はいはい、俺それすっげえかっこいいなと思ってたんです。でその時に男なら旅立つ時が来るっていうねメロディーが流れてくるわけ、これ待って、一回 YouTube でちょっと生配信しましょう。でも最後だからホセ・メンドーサ、もう世界戦ですよ、はい、世界戦まで来た。もうね、なんて言うんだろう、男としての生き様、はいはいはい、だからそこがちょっとねドラゴンボールのベジータにちょっと、うん、ちょっと近いの、子供が、そうですね、イズムはちょっとありますよね、うん、なんかねついねもう喋り出すと、ね、止まらなくなっちゃうんだ。いやいやでも好きな話だから、でもそういうコーナーですからね、ただオンエアはちょっともしかしたら早送りになってる可能性はありますけど、これここ最近一番楽しみだなオンエアがこれ。やめてよ全部カットするの。